はい、皆様、こんにちは。しさです。告知をさせていただきます。やきもち、秋葉原にあります、落語小料理屋さんのやきもちさんなんですけれども、そちらで、29日、もうすぐですけれどもね、あと2日後か、年忘れスペシャル生配信を16時から行います。ちょっと見えないな、これ。で、18時からですね、リアルで忘年会、もう18時にも終わらせまして、普通に、おかみさんと、まあ、お料理を楽しみに、私は食べたり飲んだりしようかなと思ってます。もしお時間がある方はですね、一緒に忘年会したいなと思ってます。12月29日木曜日、年忘れスペシャル生配信、やきもちっていう小料理屋さんからやります。で、私の歌とか三味線の、まあ、ライブが中心なんですけれども、まあ、あとはですね、おかみさん、こういう方です。おかみさんですけれども、髪の毛をね、ちょっとこう整えて、よりおかみさんっぽくしようかなと思って、この間ね、ニトリでね、いい鏡を買いましたので、鏡見ながらね、おかみさんちょっときれいに。もともとね、美人な方なんで、すごい綺麗になると思います。なんか岩下志麻さんみたいな感じにしちゃおうかなと思って、すごい、それもすごい楽しみなんですけど、私、人の髪あるのとかもすごい好きなんで、ちょっと楽しい企画になるかなと思ってます。またですね、彼女はね、笑点ありますでしょ、落語の番組。あれのなんかディレクターやってた人なんですよ。なので、すごい、才女ですので、そういう、どうしてそういう仕事をなさったのかとか、あと、お料理もすごい上手で、美味しいんですよ。全部手作りで、本当に美味しいお料理なんで、そういうお料理の話とかも聞きたいかなと思ってます。まあ、1時間ぐらいライブっていうか、リクエストとか、私の好きな曲をやって、で、あとはおかみさんのヘアセットしながらインタビューって感じにしようかなと思ってます。おかみさんがね、支度中にね、仕込み中に伺うので、本当お邪魔にならないようにしたいなと思ってるんですけど。あ、そうだ、その時のために新しい曲仕入れようと思ってたんだ。ちょっとお料理っぽい曲をね、いくつかやろうかなと思ってるんですけど、もうそれもやんなきゃ。なので、楽しみになさってください。で、昨日ですね、昨日か、一昨日だ。12月25日、クリスマスコンサート、ライブをやったんですよ。あずはさんと、あと、三遊亭幸次郎くん。まあ、あずはさんは芸者の仲間で、幸次郎くんはあずはさんが紹介してくれたお弟子さんなんですよ。落語の二つ目の子なんですけれども。で、三人で、まあ、イベントをやりました。1時間、まあ、ライブがあって、私のライブが20分ぐらいで、あずはさんの踊りが20分ぐらいで、幸次郎くんのコーナーが、まあ、落語が20分ぐらいっていう感じの割り振りで、で、その後はもう、吉原の、ミカサ、ザ・ミカサという場所をですね、不破さんという社長が作ってくださったんで、和室、広い和室なんですよ。で、そこで、まあ、宴会をやって、その後、まあ、二次会を、別のバースペース、同じミカサの中にあるバースペースでやりまして、まあ、大変にぎわいまして、ちょっと私も後半、もう酩酊だったんで、ちょっとどんなことが起こったのか全然わかりません。その後もね、三次会も行ったんですけど、浅草飲みに行って、で、気がついたらね、入谷の交差点に一人でいたみたいなんですけど、なんか自分の LINE の内容によるとそうらしいんですけど、なんでそこにいたのか全然わかんないですけど、本当にね、いつか危ない、なんだろう、車にひかれたりするかなと思って心配してるんですよ、自分自身をね。昨日は、お弟子さんの忘年会でした。それであんまり飲まないようにして、全部覚えてます。ちょっと反省しましたね、本当に。いつもいつも飲みすぎて、本当にすいません。27日はまあそんなことにならないように、27日だっけ？ 29 日か。27は今日だわ。頑張って、来年も生きていきたいと思います。皆さん、今年どんな一年でした？また来年どんな年にしたいですか？私は、ライブが、やっぱり初めてのライブがやきもちさんと吉原美笠でできたことと、あとはやっぱり三山ひろしさんの
コンサートに出られたのはすごく嬉しかったですね。で、来年もちょっとマスコミというか、花柳界も同様、まあ、お弟子さんの、なんでしょう、お弟子さんのこともちゃんとやっていきたいですし、あとはマスコミ系も出たいなと思って、こればっかりはね、本当にご縁ですので、普段鍛えておかないとダメなので、もうちょっとですね、ちゃんと生きていこうと思ってます。やっぱりコロナの時は暇だったから、いろんな曲をちょっと見直して、お稽古しておいたのが、まあ良かったのかなと思うんですけど、三味線がね、いまいちね、下手なんでね、やっぱり、それも変えていかなきゃいけないと思ってますし、あとは歌も、だんだん年取って、この楽器がね、衰えてくるんですよ。それも気をつけなきゃいけないし、やっぱり出そうと思った時にね、声が出ない時が最近あって、結構ショックなんですけど、まあ、それもね、前の日に飲んじゃったりするからなんですけど、ちょっとこの辺本当に気にして頑張って鍛えていきたいと思ってます。あとトレーニングもね、もうちょっと強化して引き締めてやっていきたいと思ってます。では、今年もお世話になりました。また生配信でも、お世話になりました。あと編集ものもね、まだやってないのがいっぱいあるんで、4月に撮ったのまだやってないのがあるし、匠くんの踊りもまだ編集してないのがあるし、その辺はね、お正月のお休みで、ちょっと頑張って編集しようかなと思ってます。では、今年も本当にお世話になりました。来年も良い年になりますように、皆様のお幸せを、祈っております。では、ありがとうございました。ひとまず、こちらでご挨拶でございます。失礼いたします。